紹介します。ハープラストリート上、表がこうで裏はこうです。歯ブラシトレイン、イージーチェスーパーコーチ。ボタンを押すと歯ブラシが飛び出すよ。ゴー。今回はイージーチェスーパーコマッチを選んできたんですが、他にもハヤブサとか700系とか、あとドクターイエローもあったね。うん、なんでこれが良かったの？かっこいいから。赤いのが良かったのかな。うん、赤大好き。そうね。じゃあ開けてください。はい。あー出たー。飛び出してこれ。飛び出して。こんな感じです。よくできてるね。うん。ここは塗装です。塗装？うん。ボコボコとかしてない、特に、うん、色が塗ってあるだけです。うん、で裏側もこう、うん、下はこう、うん、ちょっとねタイヤがあるっぽいよね。うん、うん、ここをこう開けます。そしてこのボタン押してください。押すと、押すと、うい、歯ブラシが飛び出します。うん、飛び出しましたね。うん、うん、で、これ取れたりはしないので使い切りかな。ここの歯ブラシがダメになったらここだけ交換できるとかいう、そういうシステムではないみたいです。こうやるんじゃない？そうね、そのまま行くんだね。歯ブラシの材質はこんな感じで、毛の硬さは普通、耐熱温度60度となっています。じゃあちょっと洗ってこようかな。歯磨きする。イエイイエイ。はい、洗ってきました。洗ってきました。では歯磨きをします。うん。シャカシャカ言ってる？どう？磨き心地はいかがですか？うん、いいです。いいですか？なんかカチャカチャ言うね。うん、ここだ。これシュ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 って、うん、使い終わったらボタンを押しながら絵を中に戻す。そしてキャップをつけて保管します。はい、どうでしょう。これで歯ブラシ毎日頑張れますか？はい、お気に入り。お気に入りになったかな。うん、うん、歯医者さんで見つけた時は700円ぐらいだったんだよね。うん、ネットで買ったら送料も入れて630円ぐらいでした。うん、結構値段がするから、うん、ここだけ取り替える機能がついてたらいいなと思ったんだけど、取り替えられないっぽいね。うん、残念。歯磨きが苦手なお子様もこれだったらきっと歯磨き好きになるよね。うん、好きになりそうですか歯磨き。うん、大丈夫？うん、じゃあ毎日頑張って自分で。うん、うん、歯ブラシトレーンの紹介でした。バイバイ、また見てね。歯磨き粉が動いています。ああ、スーパーコマチット。